結構短くなってきてちょっと焦ってきました。ちょっとリピートをなくしたりしました。15分ぐらい少ないので、でも「スカルラッティ」はやっぱり聴いていただきたいので「スカルラッティ」を演奏します。でスカルラッティは、ナポリ出身なんですけど、ナポリからポルトガルの、お店に仕えて、そこで、王女様 の専属の音楽教師になるんですけど、その王女様がスペインに嫁ぐ時にお気に入りだったので彼も一緒に行くわけです。でスペインでずっと生涯暮らすんですけど、555曲のソナタを作ったで、それで有名なんですけど、今日もそのうちの中の2曲を演奏します。で、555曲っていうと、なんかずっと作り続けてたんじゃないかなって思いませんか。で私は大学生の頃そう思ってたら、実は違ってですね、50歳を過ぎてから姿は作り始めたんです。で、なんとっていうか、の本で読んだんですけど、なんかお父さんが亡くなるまで彼のこういう独自のスペインのなんかエキゾチックな雰囲気とか、すごい独特のリズム感とかがあふれる魅力的な作品なんですけど、お父さんが亡くなるまではそういうの作られてなくって、なんかちょっと平凡な感じの作品ばかりだったんですね。で、なんかいろいろあったんですかね、お父さんのとか思ったんですけど、まあそんな感じで、彼は50歳を過ぎてから、だから60歳になっても作り続けてて、いや本当になんか私もこれからだなと思って勇気をもらっています。エキゾチック なんかスペインのかっこいい感じの和音とかリズムとかが見えるので、楽しんで聴いてください。
なかなか、他の国にはない独特の感じでかっこいいなと思ってます。なんか後にフラメンコとかにもつながっていきそうな感じかなと思います。では次に、ラ・フォルクレの、ボアスと、その最後のデュフリーのフォルクレ、なんかフォルクレ、フォルクレってなってますけど、そのデュフリーが書いたフォルクレっていうのはその前の作曲家のフォルクレをイメージして作った曲です。でそのボアストンという人の名前で作曲家ではない、まあ、ちょっと高貴な人っていう感じなんですけど、当時はそうやって人の名前をタイトルにしてその人のイメージで作るっていうのをやっていました。なんかね、今現代だとなんかおかしい感じ、岩波麗子みたいな曲があるみたいなことになるのでおかしい感じもするんですけど、まあ、当時はそういうことをよくやっていました。まあ、そんな感じでフランスの、まあ、かっこいい曲2曲あります。楽しんで聴いてください。